はい、皆さんこんにちは、たくやでございます。いかがお過ごしでしょうか。今回の、ね、動画なんですけれども、ちょっとね観光情報とは違います。はい、でね、ニューヨーク生活らしいね、そういったね動画をねちょっとお届けしたいなというふうに思っております。で、今回のテーマなんですけれども、はい、こちら、はい、ペプシじゃございません。はい、これ空き缶なんですけれども、あのね、よくニューヨークを歩いてると、あのね、空き缶だとか空きペットボトルを集め回ってね歩いてるね人がねいると思います。でね、観光に来た人なんかでもそういうのをですねよく見かけると思うんですけども、それが一体どうなるのかっていうのをですね、ちょっとねお届けしたいなというふうに思います。でね、この空き缶、空きペットボトル、これがですね、なんとお金に変わるっていうのがですね、このニューヨークのね、面白いところでございます。で、あのね、ちょっとね、早速ですね、ちょっとね、このね空き缶、空きペットボトルをですね、大量に持ってきたので、ちょっとご覧いただきたいと思います。はい、こんな感じでね、空き缶、空きペットボトルをですね、こう大量にちょっと持ってきました。はい、でね、どこに行くかなんですけども、はい、ここね、ちょっとね、ご覧ください。はい、こういうね、マシンがあるんですよ。そう、ほら、プラスチック缶。これね、あの空き缶のね、回収機械なんですけれども、これにですね、入れるとですね、なんとね、空き缶1個、空きペットボトル1個に5セント、5セントもらえるってやつなんですよね。はい、こういった感じでございますね。はい、プラスチックや缶、これをですね入れるとですね、お金になるというですね、そういったものでございます。はい、というわけでね、まあ、今日のね動画なんですけども、この空き缶、空きペットボトルをですね、どのように回収していくのかというのをですね、まあ、ぜひねご覧いただきたいと思います。はい、でね、昔なんですけれども、まあ、日本でも今でもあるのかな、ビール瓶をですねこう1個持っていくとね5円で引き取ってくれるっていうですね、そういったねシステムがあったと思うんですけども、これもね、同じような感じでございます。で、ニューヨークではですね、この空き缶、空きペットボトルを1個5セントでね、引き取ってくれるっていうですね、そういった感じでございますので、今回ねこのね大量の空き缶、空きペットボトルが一体いくらになるのか、それをですね、まあね、見ていきたいなというふうに思います。はい、それではね早速ねちょっとねやってみましょうかね。このね空き缶、空きペットボトルをですね、このようにですね機械にですねこうやって入れていくとですね、こう引き取ってくれるわけでございます。はい、まずねここでね1って出ましたね。はい、こんな感じでねガンガンね、入れていきます。これはですね、はい、ダメですね。はい、コンテナノットアクセプティ、これは何かというとですね、カルピスのですね、ホワイトピーチでございます。はい、これをもう一回入れてしても、はい、跳ねられるんですね。これはなぜかというとですね、はい、このカルピコはですね、このコストコでは売ってないやつなんで、これは受付できないということですね。はい、というわけでね、ガンガン、ね、受付できるやつをですね、放り込んでいきましょう。はい、このようにですね、こう奥にどんどん吸い込まれていくんですね。で、こう赤くねこう光るところでねバーコードをですね読んでるんですね。はい、今ねちょうどこれでねペットボトル19個、空き缶37個ですね。はい、今のところ2ドル80セントになっております。はい、でもねまだまだあるんでね、どんどん入れていきましょう。ちなみにねこのね機械はですね、空き缶、空きペットボトルをですね自動的にですねこう識別してくれるというですね優れものですね。はい、とりあえずねこれでね全部になったので、今いくらになってるかっていうと、はい、ペットボトル19個、空き缶73個で4ドル60セントになったわけですね。で、これで終わるとペイアウトとします。はい、はい、そうするとですねこうやってレシートが出てくるんですね。でね、このレシートを見るとですね、はい、ここにですね、はい、4ドル60セントとなってますので、これでね4ドル60セント分のお買い物ができるっていう、そういった感じですね。はい、いかがでしたでしょうか。まあね、空き缶、空きペットボトルをですね回収してお金に変えるっていうですね、そういったね動画でございました。はい、なんてことないあれなんですけれども、まあね、これがですね、結構ねアメリカでは一般的な感じで、空きペットボトルや空き缶、あと空き瓶ですね、それをですねもうみんなねこうスーパーマーケットに持ってきてはですね、はい、もうねどんどん入れてね、お金に変えていくっていうですね、そういった感じでございます。はい、なのでね、ニューヨークを観光中に街中でねペットボトルを回収している人、空き缶を回収している人をですねこう見かけたらですね、やってね、こうやってね機械に放り込んでねお金に変えてるんだなというふうにですね、こう思っていただければと、思います。はい、というわけでね、今回の動画なんですけれども、はい、空き缶、空きペットボトルをお金に変えるっていうですね、そういった動画でございました。はい、何の変哲もないですね生活動画なんですけども、もしねこの動画面白かったらぜひ高評価、またねチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。それではまた。